ジェームズ・カイル・ファーマーは、アメリカ合衆国ジョージア州アトランタ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のシンシナティレッツ所属。ジョージア大学時代は、プロ入り後も共にプレーするアレックス・ウッドとチームメイトだった。2012年の MLB ドラフト35巡目で、ニューヨーク・ヤンキースから指名されたが、この時は契約しなかった。 ロサンゼルスドジャース時代2013年の MLB ドラフト8巡目でロサンゼルスドジャースから指名されプロ入り契約後参加のパイオニアリーグのルーキー級オグデンラプターズでプロデビュー41試合に出場して率4打率3474本塁打36打点1盗塁を記録した2014年は A 級グレートレイクスルーンズと AQ 乱直カモンガクエックスでプレーし、2球団合計で93試合に出場して打率。284、2本類が50打点、11盗塁を記録した。2015年は、AQ 乱直カモンガと a a 級タルサドリラーズでプレーし、2球団合計で120試合に出場して打率。296、3本類が66打点、5盗塁を記録した。 また、7月には、オールスターフューチャーズゲームに選出された。オフには、アリゾナフォールリーグに参加し、グレンデールデザートドックスに所属した。2016年は、ルーキー級アリゾナリーグドジャースと AA 級タルサで、プレイし、2球団合計で78試合に出場して打率、258、7本塁打、35打点、2投塁を記録した。 オフの11月18日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2017年は開幕を AA 級タルサで迎え、トリプル A 級オクラホマ式ドジャースを経て7月28日にメジャー初昇格を果たした。メジャーデビューとなった7月30日のサンフランシスコジャイアンツ戦では延長11回裏に代打出場すると、 その初打席で、アルバートスアレスから右翼戦へ、メジャー初安打、初打点となる逆転さよなら2.2塁打を放った。この年メジャーでは20試合に出場して打率、302打点を記録した。2018年は39試合に出場して打率、235、9打点を記録した。2018年12月21日に、ホーマーベイリー、ジーターウンズ、 女子サイアグレートのトレードで前日のウッド、ヤシエル・プイグ、マット・ケンプと共にシンシナ・ティレッツへ移籍した。ありがとうございます。